と福木並木、正真正銘の福木並木着きました。無料駐車場に止めました。みけちゃんがいるよ。みけちゃん、みけちゃん、みけちゃん、入り口ってなってる。なんかみんな思い思いの道具を借りているね。そうだね、電動のキックボードすごいね。自転車とか、うん、こんなお店なかったね、前行った時さ、うん、本当にコロナが明けてすぐぐらいの時に来たのよね。いや、明けてないよ。だって GoTo の一番最初の GoTo で来たんじゃない、ここ。 あんちゃんじゃないよね。あんちゃんじゃないのあれ、サビ猫じゃん。サビ猫だ、ちっちゃかった。やっぱりいいね、ここは。いいね、とてもいい。あ、こういったところ見て見て見て、すごい、バイバイでしょ。緑が綺麗。これってさ、ピヨンジュンだよね。冬の空間。あら、いっぱいいる。いろんな子がいる。猫ちゃん、チャトラさん。猫ちゃん、チャトラさんはね、オスなんだよ。かわいい。猫ちゃん、いっちゃうの。あ、ほら、やっぱオスだ。あんちゃん、あんちゃんだ、マジで。やば。砂なのがいいよね。そうそうそう。なんでまたあんちゃん。ワープしてないあんちゃん。あんちゃん。ほんと似てるね。似てる。ここがさ、茶色いのもそっくりじゃん。そっくり体。なんか食べてるけど大丈夫かな。マジ似てるわ。あ、ここで売ってるんだ。いっぱい出るほら、あそこに売ってはるだけある。順路ってなってる。面白いよね、こういう葉っぱがさ、いっぱい連なるだけでさ、こんなに、うん、映えスポットになるっていうさ、うん、沖縄そば屋さん。ここ、うん、ゴーヤチャンプルー、いいね、肩欲しいね。いいね、カメラに映る福木並木が。ここから降りれる。滑りそう。はい。やっぱりめっちゃ綺麗。すごい。めっちゃ綺麗じゃない。晴れてる。もう晴れ間が出てるからさ。もう晴れてるね。うわ、入りたい。ね、土日でもさ、こうやってさ、うん、静かさを感じれるのは沖縄のいいところ。ちょっとね、急にこう人がプッと集まる瞬間はあるけどね、うん、今も福井並木歩いててさ、うん、私たちの前は誰でもいないのにさ、うん、ふと振り返ったら50人ぐらいだっていうさ。でもこうやって出てきちゃえば全然人いないし、そうそうそう、なんかこう鉢合っちゃうと、うん、抜け道はある。本当に綺麗だな。先端まで来ました。ちょっと来て、ゆっくり、うん、今から衝撃的なものを見てもらって。はい、見て、青いの、青いの、青いのと黒いの、青いのと黒いの、見える、見える、青いのと黒いの、青いのと黒いの出てきた。ほら、こんなこっちにめっぱいいるよ、ほら、青いの、もうプールじゃん。何これ、
これ透明すぎてプールじゃん。ちょっと私入ってみるね。入んなよ入んなよ。綺麗綺麗すぎ。やっぱここ、あそこやばい、あそこやばい、あそこ、あそこやばい。青いのいっぱいいる。これはすごいぞ。やっぱここの透明度は半端じゃないね。半端じゃないよ。お魚さんごめんね。いやそれではちょっと GoPro を水の中に入れてみますので、皆さんもお魚を見てみてください。もうここの時点で見えるんだけどね、青いのが。いきますよ。私たちがいるのはこの先端の備瀬崎っていうところにおりますね。だから福木で車止めちゃうと結構歩くから、うん、もし車で来るんだったらもうそこに駐車場がある。そう、だから福木で入れないでそこで入れた方が海が目の前だね、うん、私たち多分駐車場まで15分ぐらいある、うん、ここは来る価値あるよ ね。天然のさ、シュノーケルしなくたって上から見れるもんでもゴーグルとかあるなら絶対持ってた方がいい、ね、でもさ、この状態でね、行くよ。まあ、こんな感じで見ると、うんうん、青いね。おー、いいね、ここも。ここいいよね。チャハヤブランカフェ。トクトクがある。絶景。ただいま4時55分、うん、で選択肢としては、うん、巨大な道の駅に行く、うん、それか、ピザ屋さんに行く、うん、で
今日の夜ご飯はやっぱホテルの近くにあるコロンバン洋食レストラン、うん、でステーキ食べたいのね、うん、それの前にもう一食食べれるなということで、うん、でも巨炭の道の駅に今から行っても多分三ツ矢のアンダギー盛り切れてるし、うん、天ぷら屋さんも多分もう5時だから、うん、望み薄いじゃん、うん、だから巨炭の道の駅はまた改めてちゃんと午前中に行ける時に、うん、なんならオープンを狙っていくぐらいので、今ピザ屋さんを行くか行かないかちょっと待って、はい、今この先端にいるのね、うん、行きはこうやって来たんだよね、うん、だから帰りこうやって帰ろうかなって思ったんだけど、うん、あんまりこっちに用がないっていうか、まあ、郡島もね行きたいけど、まあ、だから名護パイナップルパークと郡島の日を作ってさ、そう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 、だ今日はこっち側攻めたから今度あっち側みたいな、うん、ピザはねここ、うん、ピザはむしろホテルの方に戻るんだよね、うん、ちょっと戻るけど、うん、まあここから10分ちょっと。でもそのピザ屋さんもね、あの古民家で景色がすごい綺麗なの、うん、ガイドブックで見る限り。でもそうなると今ちょっとまた風出てきてね、うん、天気がちょっと悪いのよね、だからちょっとロケーションがもったいないような気もするの。まあでも夕焼けが綺麗に見えないか。ピザはめっちゃ美味しそうなんだけどね。ピザめっちゃ美味しそう。でも私の願いは今がお昼の3時だったら、うん、巨炭の道の駅に行ってためっちゃ巨炭行きたそうだもん、ね、そう、あのアンダギーとか、 なんか、ね、今回ね食べ歩きしてないのよ、あんまちょこちょこ食べをしたかった。そう、なんかちゃんとお店に入って一食食べてっていうのしか今のとこしてなくて、うん、なんかこう100円200円で買えるようなものを食べ歩いてないから、うん、そういうのがしたいなと思ったの、うん、で今からほらピザ行ってもさ一食しっかり食べて、そうだね、でまたホテル帰ってちょっとゆったりして夜しっかり食べてって感じで食べ歩きがねなかなかできないなって思ったんだけど、うん、まあそれはまた明日以降でもいいけどね、うん、まあじゃあピザ屋さん行ってみてとりあえず、うん、もしかしたらもう予約で入れないかもしれないしさ、予約不可なんだって。あ、本当？うん、行ってみて行ってみてみたいな、うん、確かにね巨体行きたいんだけど絶対閉まってる店いっぱいあるもんね。そうだね、だからまあピザ食べても最後の帰り道どの道巨体が道の、道のりにあるから、うん、ホテルの帰り道に、うん、だからそういうご飯のお店がやってなくてもお土産とかだけ見に巨体に一回寄ってみるのもありだね。あり、帰りがけにね、うん、でも今から巨体の道の駅行っても、うんうん、なんだ5時、5時だ5時のチャイムが鳴ってめちゃくちゃびっくりした。だからそれでもしさ、うん、撃沈してしまったら何も売ってなくて、うん、もう私のお腹ペコペコなの。そうだね、そうなるとさ、じゃあもうすぐコロンバン行こうってなるじゃん、うん、そうするともうね7時ぐらいにね手持ち無沙汰になるっていうことになっちゃうんだよねなんか那覇の方とかにいればさ、うん、アメリカンビレッジとかって夜遅くまでやってるけどさ、うん、結構この名護の上の方にいるとさ、うん、どこもね結構早く閉まっちゃうし、うん、あんましこうエンターテインメントがないのよね、うん、で今回ホテルにプールとかもないから、うん、結構その夜ぽっかり穴が開いちゃうっていうかさ、うん、でもそのためにさ下下がるのもちょっとさ、うん、もったいない気もしてね。ピザ行く猫ちゃんが食べてる結構さ和食続きだったからさ、うんうん、久々の洋食かしら。そうですね、本当にそんな感じ、そばそばと続いたからね、うん、今回は食事はね結構いい感じで、うん、あの食い倒、いい意味で食い倒れてないし、うん、あの節度を持った食事あのお腹が重いみたいな、うん、まだそのレベルにはいってない。でもそうは言っても朝エンダーだったから洋食か、あれ、 あれはファストフードだよ。あ、そっか、うん、本当にこんなところにピザがあるんですかすんごいんだけど、なんかどこに行っちゃうのこれすごい登ってるし、すごいな、まあ、ちょっとシム城のような感じだねかな。すごいですが、でも景色いいのがもう分かっちゃったかもしれない。マジでめっちゃ登る、これ両中だからね上から来たら私も死にますよこの看板からずっと出てる、あ、カジン、そう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 、これか、うん、花カジンホ、
あ、もうすぐだと思う。もうすぐだと思う。この辺だと思う。あ、ここ怪しい。これか？どれだ？これか？あ、違うな。これ個人邸だな。これじゃない。あ、これじゃん。あった。あ、あ、はい、はい。これだ。お疲れ様でしたって書いてある。ありがとうございます。めっちゃ混んでるけども。やばい、大丈夫？え、待って待って、すんごい混んでるけど。こんな広いの？え、ちょっと入れるかわかんないけど行ってみよう。うん。人いっぱいいるでしょ、絶対。ダメだったらテイクアウトして車で食べる。あ、そうだね。すごい。入れそう。見してメニュー。はい。へえ。斬新。後ろはね、あの英語メニューです。あ、本当だ。面白いね、これ。面白い。どうしようか。ピザは2種類？いやもう 3,4 人前か1人前のどちらかだって感じ。あ、じゃあ味はもう一つなんだ。これすごく悩むサイズじゃない？ね。どうしよう。あれがショーだったら、あれがショーだったらどう？あれぐらいでも別に。いい？うん。なんか縁側にね席があるんだけど今日はダメみたいだね。まあちょっと風が強い、風が強いからかもしれないね。後で絶景を写しに行きます。なんか体験として来るべきなお店な気がする、うん、ね、すごくいい。ピザを食べてなくても、うん、経験としてしてよかったんだ、うんうん。美味しそうだね。すごい。ふわふわだよ絶対。はい。わーい。すごい。はい、ありがとうございます。最高。これでハーフです。いいじゃん。めっちゃいいじゃん。お腹空きに最高だわ。チーズの海だよ。え、ちょっと待って、これ携帯で撮ってて。見ててよ、うん。見てよ、これ。あららら。ほら。あ、よだれ出ちゃったよ。やばい。私も出ちゃった。ほら、見てこれ。すごい。はい、はい。どうぞ、私野菜持ってるから。お願いします。やばい。期待で胸が踊ります。いただきます。うまいでしょ絶対。なんかチーズだね、うん、フレッシュチーズみたい。やばい L サイズにすればよかったとすごく後悔している。でも値段一緒だからさ、もう一枚頼めばいいんだよね。あ、そうだね、倍だもんね。やばい。おかわりもありますので、どうぞ。みんなも早く食べなよ。食べる。わー、ちょっと待って、でもこぼれちゃうじゃん全部。すっごい美味しい。この感動がちょっと伝わるかどうかっていうと。あ、そう。ほら、もっとこれ持ってきなよ。熱い。ほら、いただきます。うわ、これは拍手ください。やばこれはね、絶対にリピート決定。超美味しい。これは沖縄来たら絶対行かなきゃダメ。耳がさ、ほっかっちゃみたい、うん、すっごい美味しい。やば、安いよ、ね、うん。だってこれでさ、2人でさ、うん、1700円とかで食べれちゃうんだもんね。うん、おいしい。1人1000円いかないんだよ。おいしい。1人1000円しないんだ。そう。おいしい。具のバランスがすごい。うん、
結構いい、ね、私の沖縄の中でもかなり上位だ ね衝撃度で言ったら、うん、前回の沖縄旅行のハニナリと一緒、うん、もうね敬意を払いたい。こんな美味しいピザ食べたことない、うん、なのにロケーションもとてもいいし、うん、それにこのサラダよ、すごい美味しそう。美味しい、うん、何だったここは最高じゃん。なんかさ、昼しかやってなさそうな見た目じゃん、うん、でも7時までやってんのがありがたいね。よかった、これは悩んでも来るべきだし、うん、今回の食べ物は当たりだな、うん、モリモリ食べられるね、この野菜。ハニラにミンビア、ここ衝撃ベスト3入った、うん、私はどこ行ってもピザを食べるたびにこの店を思い出すと思う、うん、生地がすっごい美味しい。コストコで食べてもドミノで食べても、うん、そうだね、あ沖縄のあそこのピザ屋っていつも思い出すと思う。ね、これ食べたい、うんうん、なんで？え、いっぱいソーセージが乗ってこれはね、記憶に残る、歴史に残る、残るだわ、うん、これは残る、うん、おいしい、これめっちゃうまいよ、めっちゃうまい。ここはもう、上の方来たら、うん、生の方来たら、うん、絶対だな、ね、うまい、うまい、マジでおいしい。これでさ、1人人前でさ、これもハーフにしたんだけどさ、どっちも倍でもいけるね。いけるいや、ちょっと美味しすぎるよサラダ、おかわり。ピザとさ、サラダが合うのよね。合いすぎ、うん、これ絶対ね、考えられてるよ。すごい考えたよ、だってメニュー合うドレッシングを考えたんだよ。メニューこれしかないんだもんね。メニューが少ないっていうのもまた面白くていいよね。めっちゃ美味しいよ。次来たら絶対にここに集中したいから L サイズ頼む、ね、溺れてみたいピザにもうこれ以上食べれないってぐらい食べてみたい。最高。これはだいぶ大きさに差があるけどこっちの方が多分大きい。いいよ、ちょっと譲れないかもしれない、食べ盛りだから。今回すごいお腹すくな私。あ、でも具はもんちゃんにあげるよ、じゃあ、ほら、うん、ほら、これ全部あげるよ。え、ウインナーこれ食べなよ。あ、これ食べなよ。すいませんね、うん、これで平等、はい、平等ね、うん、これは美味しいわ、笑っちゃうよ、超美味しい私が生涯で一番美味しいと思ったピザはアメリカのボストンで食べたピザなのそれとはジャンルが違いすぎて比較はできないけども、うん、日本で食べたピザだったら間違いなく1、一番美味しいかも。美味しい、うんうん、よくある市販のさ、うん、ダブルチーズぐらい入ってるね。あー、確かに。一人1枚食べてる、これ、うん、ここでもしホッピーがあるのなら、テイクアウトして、あのすぐさまホッピーと、私もう言うことないな、そんなしたら3、4人前って書いてあったらさ、やっぱ頼めないよね2から4だったら考えてたな。こんな美味しいと思わないもんね。確かに。もう一回滞在中にあるよ目つぶっちゃうわ。このドレッシングの内訳がわからない、まあ、醤油、お酢系な、ちょっとニンニクも入ってるし、うん、でも単純な味じゃないの。確かに。あー、たまらん。ドレッシングすら飲んでた。なんか和風と中華の間だよね、うん、このドレッシング全然ね、こう飲んじゃうぐらい濃くなくて、うん、なんていうの、旨味調味料みたいな。 いやもうちょっとここはチップを払いたい10分は買ってないね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。
2人で1700円だよ、850円だよ。すごくない？ありえないよ。安い。めちゃくちゃ安いよ。あ、でも現金のみですのでお気をつけください。外もいいよね。今日はここでは食べれなかったけど、すごい。ね、この店来たらね、トイレに入ってほしいね。トイレ面白い、斬新だった。いやすごいねこれ。やっぱ古民家的な感じですね。やっぱさ、古民家住みたくない？古民家いいね。古民家をやっぱ中をちょっとリフォームして、ね、私の村計画だけども、はい、なんか綺麗な住宅よりも古い古民家に住みたいなってこの旅ですごい思った。で、この景色いいよね。私の理想だよ、丘の上の、ね、いや私の理想でもあるよ、丘の上の平屋、ゆいずミニマル村、これだよ、ね、こういうのを点々と建てて、ね、しかもさ、丘の上なだけじゃなくて海まで見れちゃうんだよ。本当だよね、ここまで高さがあればね、何かこうあってもさ、うん、なんていいとこなんだ。いい、これはこう将来の住宅のイメージ図になるっていうか、うん、こういうとこに住みたいなって思うわ。やっぱしかもピザってところが良かったね。よい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 、そばじゃなくて、よいよいよい、これで沖縄料理だったら、うん、まああるじゃん、うん、他にも店は、うん、ピザであのうまさそして1700円、税込みだからね何度も言うけどいいところだね。住みたいね。ねえ最高。またスコールが降ってきました。よかったね、ピザ食べてさ、景色見てたらさ、ポツッと来てさ、ちょっとでも遅かったら全部アウトだったよね。景色も見れずに、やっぱついてるね。沖縄フルーツランドと名護パイナップルパークがこの先にあります。懐かしいな、中学生の時来たのよね。え、どこ行ったの？パイナップル？うん、パイナップルとチュラミが全部ね、北部の方だった、今思うと。あ、これかな、これかな、これなのかな、これがフルーツだ、うん、この辺が、この辺がパイナップルだ。あ、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 すごい。もうやってないんだけどね、かっこいい。ネオンが、ここかっこいいね、うん、急に栄えたよ山道からここにも焼肉リュウエンだ、リュウエンだ、川崎ジョリパじゃん、川崎じゃんさあタコス屋さんやってますか？どこですか？閉店までこの辺、ここ、どこ、これ、赤緑、くぅー、乾杯です。また来ます、また来ます。ホテルからそんな遠くないから残念。あこれだ、これだ、京都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 、まあね、今はもう6時半なので、あ、でも、あ、アイスクリームやってる、もんちゃん、やってる、おっぱいアイスクリームやってる。大体の店閉まってると思うけれども、うん、ちょっとは楽しめるだろう、はい、ただいま6時半です。やってるかな、やってるかな、アイスクリームあと30分で閉まるやってるの、やってるかな、はい、ありがとうございます。三品ミルクティーとか泡盛りとか、そう、食べたかったんだけどさ、いろいろありますけど、また来ると思って、おっぱミルク、おっぱミルクにしました、まず1回目はね、うん、なんだこれは、すごい、バニラじゃない、牛乳、牛乳、へえ、おいしい、これペロッといっちゃう、うん、だいぶミニだもんねこれ瞬殺だわ、もう一個頼んでもいいぐらい、うん、泡盛りレーズン頼んでみてもいい、いいよ、うん、まで今度3品ミルクティーにしよう、うん、まおいしいよね、は
頼んでもいい？うん。すいません。泡盛シーズンのミニもいただいてもいいですか？おいしい。たまらず。たまらず購入。泡盛レーズン。運転して平気だよね。知らない。どうなの？大丈夫なの？大丈夫でしょう。おいしい。青森の味すんの？めっちゃする。そう。私食べれる？うん、食べると思うよ。食べれる？ラムレーズン的なくくり？そう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 。くんくん。すんごい。お酒の匂い。これ食べても三品ミルクティーいけるよ。うわ。まあおいしい。おいしいかも。本当？もちゃんもラムレーズン好きじゃないんだよね。うん。お酒だ。うん。お酒だ。このミニサイズいいね。お酒だ。おいしい、うん、ちゃんと中までぎっしり、うん、こんな味絶対ここでしか食べれない、うん、で次来たらさ、ごま回すと3品ミルクティーなのも、うん、なんかジェラートってのがいいわ。そうだね、うんうん、ミニいいね。ミニ最高、うん、実は名古屋のさ、あのブルーシールのお店の前通るときにさ、うん、寄るって話してたんだよね、うん、でもここが閉まっちゃうから、うん、今度にしようって言って、うん、もうよかった、おっぱが開いてて、うん、なんかコーンめっちゃ美味しいよ。おいしい。カズタコスがおっぱジェラートになりました。やってないね、天ぷら。うん、もうもはやアイス屋さん以外やってないんじゃない？怖っ。道の駅パーラ、うん、かき氷とかだね。あんたぎ屋さんどこだ？あ、ここか。三つ屋。うん、食べたい。やっていません。4月15日は定休日だって。もんちゃんよかった、見といて。 あ、明日？よかった、来といて。明日休みだ。じゃあ明日以外の時に来よう。あ、これがお寿司屋さんなんだ。やってません。はい、食べてから入ろう。うん、なんかこれ初めて見たシリーズなんだけどさ、結構どれも美味しそうでね。エリさんのソース、うん、ちょっと買っていこうかな。この小袋もあるのよ、30円。手軽にヤギ汁。へえ。パンダギやパッションフルーツ売ってます。パッションフルーツってすごい1000円するね。やっぱ一個売りもあるよ。すごいいい香りだよ。黄色いのもある。青パパイヤってこんな感じで売ってるんだ。え、待って、これ110円なんだって。見て、ニラかな。ニラニラニラニガナ。なんで有名なの？なんかで見たの？テレビで紹介されました。あ、名古屋の特産品なんだ、うん。なんと見つけたのに、はい、品切れですよ。これどこ行ったら買えるの？これなんとねるねるねるねの沖縄パイン味、沖縄限定。ちょっと気になるけどね、うん、値段が書いてない。いくらするの？756円です。そんなする？うん。あ、そっか。あ、これも三ツ矢さんのやつだよ。どれ？これジュース？うん。閉店ギリギリの巨大で買ったものはこちら、ジャギン。オリオンサイダーとこのエリのホットソース、うん、美味しそうじゃん。なんかあのビッグマックのソースみたいでさ。美味しそうでしょ、うん、ただいま。ただいま。ただいまのすけ。ただいまのすけ。ただいまのすけ。いやー、いいホテルだね。いい匂い。見え、真っ直線。あ、いいじゃん、いいじゃん。見える？見えるよ、ほら、薄い。よいしょ。あ、このカメラなら映る。映る？映る。あ、いいね。なんかこ暗くて怖くてドキドキするけど。うん。あ、雨降ってる。素敵です。素敵です。最高。とてもいいです。可愛いでしょ。かわいい。コロンバンまでゆったり半身浴したいと思います。この久米島の自然水を飲みながら、いいですね。ん、行こうか。
頭ボサボサ。お風呂上がりだけど第2ラウンド、はい、ビシッと行こう。今8時25分、うん、ラストオーダー9時だから、うん、まあまあちょっと余裕を持って、うん、お腹はね、私は半身浴のおかげで小腹好きぐらい。まあ私もそんな感じかな。でステーキ屋行くんかい。そうそうそう。あ、雷今の。え？光んなかった？光んない。どれだけホテルから近いか。はい。行きますよ。もんちゃん電気消えてる。あ、消してたっけかな。やだ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 。ギリギリすぎた。大丈夫と信じて。ちょっとこのまま入れちゃうわ。お客様いっぱいいる。やってるよね、きっと。大丈夫かな。やってるよね。大丈夫かな。大丈夫かな。オープンの。マシンなの。ダメだった。ダメだった。どうしよう、どうしよう。半身浴してる場合じゃなかった。でもさ、すぐは入んなかったよね、お腹に。うん、入った。うーん、参ったね。ちょ、車で会議しよう。私たちが下した結果は、ホテル1階に併設されている居酒屋行ってみよう。そちらに行ってみよう、はい、何も食べれないよりはマシだし、うん、口コミも意外といい、うん、そちらチームオーダーさん。はい、すごい、あ、すごい。めっちゃいいんだよ。ここなんじゃん。よかったじゃん。超いいじゃん。もう入った瞬間わかるよ、ね。すごい。じゃあステーキ食べよう。いいじゃん。え、なんステーキ食べよう。え、ビール飲んじゃおうかな。めっちゃいいんだけどここ。いいですね、うん。こういうのも。すごくいいよ。お店の雰囲気がすごく好き。うん、もうしかも店員さんがすごく好き。うん。ヤンバル若鶏の香味ソースとかも美味しそうだね。これ食べたいな、やっぱり。食べたい、うん、絶対締めにね、この沖縄そばハーフ食べたいな。ポーク卵おにぎりもあるし。本当だ。え、もう何でもあるじゃん。ステーキ頼んじゃったね。うん、楽しみだね。ね、沖縄の柄の箸袋とお通しです。鳥皿です。外で火が燃えています。オリオンのね、ノンアルが良かったけど、うん、ご用意がなくてね、はい、まあ、本当にあれはホッピーが良かったけどそして海ぶどうも来ました。私、お水だけど綺麗なグラスです。見てみて。くーん、いいじゃん、はい、いいじゃん。乾杯。沖縄の2日目の夜に最高。ここでよかった。1時間の半身浴の末よ。すごく美味しい。アルコール入ってるかのように飲めるね。あ、美味しいです。だってもこれでエレベーター上がったら部屋なんだよね。やっぱそれがいいよね、うん、ホテルの居酒屋ってさ、ね、最高です。それでは、はい、いただきます。いただきます。お通しから。お通しから。うん、うん、おいしい。こんな大きな椎茸入ってる。うまっ。うん、今日お昼さ、海風呂食べたらさ、うん、ハマっちゃったの。コストコでさ、たまに大容量で売ってるよね。あれ無理だよ、食べきれないよ。なんかね、ちょっと粘着性のあるタレが、うん、うん、
しい。あ、美味しい。やっぱさ、昼間と全然違う。タレがさ、ちょっと柑橘系っていうかさ、うん、うん、なんかこれハマるんだよね。ただのポン酢ではないよね、うんうん、この食感ハマる。オリオンのさ、ノンアルって存在するの？あるよ、あるよ。あ、あるんだ。美味しいよ。売ってる？お店に、スーパーとか売ってんじゃない？お腹空いちゃった。島らっきょうの天ぷらです。もんちゃんが頼むって言った時、えー、って言ったんだけど、ごめんね。これ美味しそうだわ。そうだろう、うん、あ、うまい。中から全部出ちゃった。はい、うん、おいしいじゃん。塩が美味しい。美味しい、うん、美味しい。ひだやちが来ました。はい、来た。はい、はい、ありがとうございます。やったー。はい、イエーイ。皆さん来ましたよ。来たー。コロンバに入れなくても、ステーキが食べれた。かけて、かけちゃうよ、うん、ジュース音匂い届きましたね。美味しそう。いただきます。うまっ、うまっ、うまっ、めっちゃうまい、うん、おいしい、うん、うん、うん、食べれた。うまっ。よかった、よかった。うまっ。すごい、続々と来る。平屋地はどういう定義なんだろうか。うん、今日でも沖縄っぽいお母さんがさ、子供にさ説明してたけどさ、うん、お好み焼きだよって言ってたよね。うん、うん、うん、まあお好み焼きよりも淡白だよね。キャベツとかないからね、うん、うん、具がそんなにないじゃん、うん、うん、うん、ニラぐらい。沖縄お好み焼きの皮、うん、たこ焼きの皮。そんな感じ、うん、もちもちしてて美味しい、うん、うまい。クロンバンリベンジする？どうしようね、痛いけど。ここに来たのも何かの運命だったんだ。でも私たち結構ホテル併設とかのさ、レストラン大好きだよ。うん、肉3枚食べた。これ3枚目。4、5。1人5枚だ。結構あるね。部位選んで、どうぞ。部位？もんちゃんどれ食べたいの？これだろうね、いいよ、食べて。沖縄そば、ハーフ。ハーフじゃなくてもよかったかも。もうお味噌汁お椀のサイズ。あ、結構入ってる、でも、うん、おいしい。あ、なんか好きよ、この沖縄そば。これいいんだよね、食べて、うん、おいしい。はい、はい、ありがとうございます。麺はこの旅で一番おいしい。ほんと結構私好みの沖縄そば、すっごいおいしい。ほんとだ、おいしいや。おいしいよね、うん、熱々。あっ、ちまどチャンプルーもおいしそう。助かるね。助かる、助かる。うん、おいしい。うん、島豆腐ちゃんと、うん、おいしい。色鮮やかです。うん、あく、うん、おいしいよ、沖縄。うん、うまっ。うん、待って、待って、待って。
今日も爆睡だわ。うん、毎日爆睡。数々のね、黒レグスを私、沖縄そばに入れてきたけど、うん、これめっちゃ美味しい。うーん、あのね、いろんなのを買って帰ってることもあるんだけど、うん、これすっごく美味しくて、なんで美味しいかちょっと説明できないんだけど、なんだ、ベトナム産の唐辛子がいいのか、なんかね、辛さが素早い辛さっていうか、うん、マイルドじゃないの、さって辛いの。これホテルの売店に売ってるかな。あまりにも美味しいからチャンプルーにもかけちゃう。ちょっとで辛いから、もうこんなんで辛い。美味しいよ。うん、もっとかけよう。ごちそうさまでした、はい、6464ということで、はい、あのちゃんと 10% 引き使っていただきました。はい、よかったね、うん、1人3200円でこんな落ち着いた食事を取れて、うん、コーレグスがあの売店に売ってないからあー食べた食べた、あー食べた食べた、美味しかったね。うん、すごい、東京も暑いんだね。25度あるよ、明日。え、那覇27度で雨だから、もはや東京の方が天気いいじゃん。